アンテロープ赤は、クジラ玉、ヒズメメウシカの一赤。モシキ属は、ブラックバック属。ウシカを、ウシ赤とアンテロープ赤に2分する分類もあるが、ここではさらに細分したアンテロープ赤についてもべる。ただしこのアンテロープ赤は多系統である。アフリカ大陸、ユーラシア大陸最大種は、ダマガゼルで、体長145-172センチメートル、体重40-85キログラム。 最小種は、ロイヤルアンテロープで体長4555センチメートル、体重1.52.5キログラム。ブラックバック族は、多くの種が、死ゆともに、角が生えるが、ロイヤルアンテロープ族は主にオスのみ角が生える。ブラックバック赤は三族からなるが、それらは単系統をなさず、多系統である。ブラックバックア族、アンティーラピナオリビア族オーレビナ、ボッカー族ロフィスリーナ、 チベットガゼルア族、プロウカプリーナ系統位置は、不確実で、ブラックバック族の姉妹群、あるいは、ダイガー赤の姉妹群である。系統的には、離れており、おそらくインパラ赤に近縁である。しばしば、ロイヤルアンテロープ赤にオトラジャニーに分離される。草原、森林、鉱山体等の様々な環境に生息する。縄張りを形成し、 特定の場所に終戦をすりつけたり、尿を撒いたり、糞を積み上げることで縄張りを主張する。危険を感じると物陰に隠れて、相手をやり過ごしたり、走って逃げる。植生は植物食で草や木の葉、ワカメ、根などを食べる。繁殖形態は耐性。一回に一頭の幼獣を生む。開発による生息地の破壊、狩猟などにより生息数が減少している種もいる。 ありがとうございます。